それで姫子のアホ毛巨大化しちゃってて。アホ、相変わらず意味わかんないわね、あんたたち。ぬぬ、宮本先生、こやつら全然聞いていませんぞ。こら、先生の話だぞ。フリでもいいから聞けよ、もう。ほら、話を聞けってさ、魔法。なんだよ、ベッキー、今日はやけに張り切ってるな。今日は基本的に自由行動ですが、事前に決めた行動予定はちゃんと守るように。いいな。はーい。守らんやつは地獄に落ちるぞい。はいはい、よしよし、いい返事だ。話は以上。それじゃあ映画村で会おうぜ。さあ映画村じゃ、映画村じゃ。さてと、そろそろ出かける支度をしないと。ねえレイ、今のちょっとおかしくない？何が？事前に決めた計画を守れって話でしょ。まさかみやこちゃん、予定をぶっちぎる予定なの？変な予定。そうじゃなくて、ベッキーの映画村で会おうぜってやつ。なんでまた映画村なの？今日は自由行動のはずじゃない？おかしくないだろ、全員映画村へ行くんだからな。イエーイ、映画村。自由行動でしょ。ほらほら、しおりに書いてあるよ、自由行動は映画村って。みやこ、映画村嫌なのか？嫌ってわけじゃないけど。修学旅行のしおりには絶対服従。そういうこと。みやこもさっさと支度済ませろよ。はい、ごめんなさい。いやー、みんなで映画村楽しみだな。楽しみですな。いや、しかし宮本先生も悪いお人じゃ。みんなの自由行動を映画村でまとめてしまうとは。はははジジイこそ喜んで協力したではないか。お主もなかなか悪いよの。ファ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 、お代官様も。ファ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 。吐いて。そういうことだったのか。このやつ、朝から気が立ってるな。教師に手を挙げるとは地獄に落ちるぞい。うるさいの、先生のくせに陰謀巡らして。だからってぶたなくてもいいだろ。こんなにカリカリするなよ。楽しいぞ映画村。そうじゃそうじゃ、映画村ラララ、映画村。まったくもう、そんなに行きたかったの映画村。なんだか生徒なんだか、ここまでこうして連中の行動を観察してきたわけだが。はい。一体どんな意味があって修学旅行をするのか、私には未だに理解できない。はあ、何か集団で移動しつつ騒いでいるだけのような。まったく、地球人の文化とは理解しがたい。頑張りましょう艦長。いつかきっと我々にも理解可能になる日が来るかと。よいしょ、よいしょ。これはどこに片付ければいいんですか？ああ、それは地球で集めた現地の資料だな。こっちに持ってきてくれないか？いやー、館内の掃除など頼んでしまって悪かったね。何せ男女帯のもので我々ではちっとも片付かんのだよ。いいえ、私もお世話になってるし、お掃除嫌いじゃないですし。いや、くるみさんの入れたお茶は美味しいし助かります。そう言ってもらえると嬉しいです。あ、落としちゃった、ごめんなさい。大丈夫ですか？私も拾うのを手伝います。どうしたのかね艦長。現地で集めた資料の中からこのようなものが。なんだこれは。修学旅行ロワイヤルだと。まさかこの書物の中に修学旅行の秘密が隠されているというのか。しかし今から分析しても数日はかかるかと。ああ、修学旅行ロワイヤルじゃん、懐かしいな。ああ、くるみちゃん、この書物を読んだことがあるのか。ちょっと前ベストセラーだったからね。もちろん読んだよ。おお、な
内容を教えてくれまいか。修学旅行に行った少年少女が京都で殺し合いをするっていう内容だったかな。殺し合いだって？最後の一人になるまで殺し合うように仕組まれたゲームっていうストーリーです。なんということだ。まさかそのような残酷な意味が存在するとは。地球人とは我々が思っていた以上に野蛮な種族のようですね。宇宙でもここまでひどい種族はそうはおるまい。どうしたの？お茶でも入れよっか。ああ、君のおかげで重大な事実が判明した。向こうで休んでいてくれたまえ。ん？よくわからないけど、お役に立てたならよかった。それじゃ、お言葉に甘えて休憩させてもらうね。大変なことになったな。我々のベホイムちゃんは果たして生き残れるだろうか。我々の力で守りきれるでしょうか。これからはより監視の網を細かくし、修学旅行の危険から我らがベホイムちゃんを守るのだ。イエスサー、全力を尽くします。キャホホーイ、渦巻き映画村っす。やっと来れたっす。ってなんで私一人なんだろう。どうも昨日から様子がおかしいっす。おーい、ベホイミ、一人で何やってんだ。わあ、みんなに置いてかれたっす。仲間に混ぜてほしいっす。いやはー、宮本先生がお姫様っす。かわいいかわいいかわいいっす。素敵っす。あ、向こうに衣装を貸してくれるところがあるんだ。ベホイミもなんか借りたくな。やめろ。やぎー離せ。こら、ごめんす。でも超似合ってるっすよ。死ぬかと思った。でもそんなに似合ってるかな。バッチリっすよ。タッパに詰めて持ち帰りたいくらいっす。そっか。実は楽しみにしてたんだよね。他にも衣装はあるし、お前らも着替えてこい。わーい、私も着替えるっす。私も？私は別にいい。いいからいいから、みんな着替えてるんだ。ほら、行ってこい。おい。さ、どんなのが出来上がってくるかな。おい、よせ。ちょっと、どこだって。わはは、どうっす。完成。たった。乱暴ですわね、もう。おー、できたか。どれどれ、何畳は。これ、私もお姫様。おー、正統派のお姫様っす。似合うっす、超綺麗っす。そうかしら、褒められると悪い気はしないわね。何畳さんに比べたら、宮本先生は半分姫って感じっすね。なんだよそれ。そういうベホイミは一体何なんだ。かわいいかわいい魚屋さんっす。よくわからんな。まあ、似合ってるような気はするけど。なんすかそれは。もっとちゃんと褒めるっす。魚だよーっす。どれ、わしも一つ仲間に入れてくれんかの。おじじい。うわ、黄門様だ。水戸の五郎公様っすね。はっはっはっは、似合っておろうが。ん、ま、ジジイが着れば大体似合うだろ。何を失礼な。スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。何がスケさんですか。勘弁してくださいよ、もう。まあまあ、せっかくの映画村なんだからいいんじゃないか。早乙女先生、楽しそうですね。まあまあ、記念ってことで。自分も混ぜてほしいっす。では、ベホイミは、まあ、ベーというところかの。ひどいっす。ひどいっすよ。つべこべ言うんじゃない。これを見よ。ああ、イノス。はは。何をひれ伏しているんだ、お前は。だって、印籠を出されたらひれ伏すって憲法にも書いてあるっす。どこの国の憲法だ、それは。あれ、ちょっと待ってほしいっす。
おかしくないっすか？おれか、お許しを。こりゃ楽しいわい。ほりほりほり、ちょっとだからほりほりやっと、うわごめんなさい、もう死ねとか言いませんから。面白そうだな、私にもやらせて。だと わしの犬の返しなさい、返すのじゃ。ちょっとだから、それこれからはちゃんと先生と思いますから、どうかどうか。お前今まで私のこと教師だと思ってなかったのか、くそーこいつめー。ちょほら待てーっす。なんだよ、ノリ悪いな。そういう問題じゃないっす。なんでマッペなのに陰謀にひれ伏してるんすか？仲間に入れてほしいっすよ。確かにマッペの言うことにも一理ありじゃな。マッペ扱いは問題ないのか。黄門様が自ら印籠を出すのもいいのかしら。自分は黄門様側で、先生と南條さんは敵の悪い姫で頼むっす。いやよ、なんで私が悪い姫なの？却下ですわ。じゃあ犬神くんと早乙女先生が山賊で。なんで私が。まあまあ、せっかくだし付き合ってやってもいいだろう。南條と宮本先生はピンチの姫様役でよろしく。もう仕方ないわね。まんざらでもなさそうだな。なんですって？いや、なんでもない。南條も大変だな。そうそう、仕方ないからやるのよ。それじゃあ行くわよ。きゃー、助けてー、助けてー。追い詰めたぞ姫様、お命頂戴いたしますぜ。ノリノリじゃないか。そこに颯爽と現れる黄門様ご一行、はいどうぞ。はいっす。ご隠居、姫様が山賊に襲われてるっすよ。どうするっすか？うむ、マッペヘイス、代わりに2、3発殴られてきなさい。みんな映画村でなりきって楽しそうね。あれ、今誰かそこにいなかったか？ん？誰もいませんよ。どうしたんですか？なんか背筋にゾクッと来たんだよ。気のせいじゃないっすか？ならいいんだけどさ。ほんじゃ、いろいろ見て回ろっか。はいっす。どこに行くんだ。何があるっすかね。もっと楽しい映画村にしてあげるわよ。かくれんぼ将軍はいないのかにゃ。奴はかくれんぼの天才だからな、なかなか見つかるまい。おーい、どこっすか将軍やい。これは一体何なのだ。あ、資料によると江戸時代ですか、数百年前の地球人の衣装ですね。おいおい、まさか我々はいつの間にかタイムスリップを。我が館にそんな機能はありませんが。あ、そうだな。ならばこれも地球文化の一環だというのか。ますます地球がわからんな。わかりませんね。しかし、どうされました？なんというか、江戸時代においてもベゴイミちゃんだけ地味ではないか。確かに、なんだかずっとひれ伏してますし。いかん、それではいかん。ベゴイミちゃんは国民の憧れ、魔法少女だろうが、それがあんな地味なキャラではいかんだろうが。まあそうですかね。お茶のおかわりが入りましたよ。いたのか、脅かさないでくれたまえよ。最初からいましたよ。そうか、気づかなかった。君はなんというか地味だな。宇宙さんもやっぱりそう思う？やっぱり私地味なのかな。お、こっちで取り物やってるぞ。どこっすか、どこっすか。こっちこっち。うわー、迫力っす、感激っす。あ、ベッキーだ、ベホイミちゃんもいる。ん？
君は彼女たちの知り合いなのかね。うん、本当は一緒に修学旅行に行くはずだったんだけど、何をどう間違ったのか、ここで宇宙さんのお世話になってるってわけ。おい、そうなのか。ちょっと待ってくださいね。いないな、なかなか出て、あれ、あ、これか、あ、載ってます載ってます、単行本のところどころに載ってますよ。出席番号31番、百瀬くるみ、これだな。うん、ところどころとは失礼な。単行本の全コマ数に対するくるみさんの登場コマ数を算出しましょうか。私が悪かったです、それだけはやめてください。しかしなぜ今まで気づかなかったのだ。なんというか作者も忘れがちなキャラっぽいですね。どうせ私は地味ですよだ。もう。君な、みんなのところに戻りたくはないかね。そんなことできるの？できるんならぜひお願いします。我が宇宙船には転送装置というのがあってな。簡単に言えばワープ装置というところか。それで送り届けてあげよう。ちょっと、艦長、こっち。ん？なんだ？現場は、あの恐ろしい修学旅行の真っ最中なのですよ。危険と分かっていて、それでも彼女を送り込むのですか？しかしな、君。デホイミちゃんと彼女を見比べてみろ。何よ。二人して私を見つめちゃって。どうだ？地味なベホイミちゃんを目立たせるためにさらに地味なキャラを送り込むのだ。しかし艦長、それでは彼女があまりにも。背に腹は変えられん。我らの目的を忘れたのか。そうですね、我々に出会ったのもまた運命なのかもしれません。転送ボタンは私が押そう。艦長、なんなのよ、二人で内緒話なんかしちゃって。ん？いやー、すまなかったな。転送の相談をしていたのだ。それでそれで、みんなのところに戻れるの？ん？すぐにでも返してあげよう。わー、それじゃあどうせならみんなの目の前にババーンと転送してもらえる？ああ、いいだろう。そこに立ちたまえ。転送座標、京都渦巻映画村、設定しました。みんな私が突然現れたらびっくりするだろうな。それではくるみくん、達者でな。はーい、お世話になりました。転送。じゃーん、くるみちゃんの到着です。あー、なんだお前その衣装。こんにちはっす、くるみさん。あれ、久々に見るような。そうなの、大変だったんだよ、聞いてよ。うーむ、百瀬、 TPO を理解せんのはいかんな。は？ TPO？ ジジイの言う通りだ。映画村なのに未来 SF のコスはどうかと思うぞ。これは宇宙さんにもらった服で。そうまでして目立ちたい気持ちはわかるがな、くるみ。目立つというより浮いてるぞ。浮いてるっすね。浮いておるな。ま、協調性も大切だぞ、くるみ。ちょっと待って、ちょっと聞いてくれる？まるで先生のようじゃったな。私は先生だ。みんな行っちゃった。なんで？どうして？やっとみんなに合流できたのに冷たくない？まさか私がいなかったのに気づかなかったとか？はあ、何もないところからいきなりくるみさんが。うさぎさん。うさぎ的にはびっくりですよ。だから気を落とさないで。ね。ありがとう。私頑張るよ。役者は揃ったようね。
悪代官にさらわれた姫を取り戻すのだ。おう、あ、忍者だ忍者だ、アトラクションだ、見てこ。おお、あれが噂に名高い忍者っすね。いやいやいや、水の上を歩いてるっす。すごいっす。どうなってるっすか。あれはね、水雲といって。びっくりした。子供騙しのショーかと思ったら結構本格的ね。で、あら、あれは天守閣の上に立っているのはニャンマロっす。ニャンマロ、最近できた映画村のマスコットキャラっす。どこかのと似てるけど、ノープロブレムっす。おほほほほほほ、忍者ども、姫はこのニャンマロ様がいただく。なんだ、こんなの予定にないぞ。君、そこから降りてきたまえ。このアトラクションは今日から忍者ショーではなくてニャンマロショーになるのよ。おほほ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 。芹沢さんの声っすね。芹沢だな。そうね、芹沢さんね。こうなったら力ずくで引き下ろすしかないな。まだ立場が分かっていないようね。チッ、うわあ、燃えたわね。燃えたな。燃えたっすね。先生、芹沢が燃えました。まったく情けないの。大丈夫か、おい。忍者に救出されてるよ。ニャンマロの着ぐるみを脱がされて、中から出てきたのはロボコすね。ロボコだね。ロボコだな。ニャンマロとは仮の姿、その正体は21世紀から来た未来ロボ忍者なのよ。おほおほほおほほほ。今が21世紀だから未来から来たかどうかは微妙だが、己免容な皆の者かかれ。このアトラクションは今日から忍者ショーではなくて忍者&ロボコショーになるのだ。超豪華。敵のからくり人形か、許さぬ。うわ、アドリブで立て直してる、すごくない。それっぽく取り繕いながらあのバカを叩き出すつもりなんだろうな。あ、それドハー。なぜかロボコ優勢だな。姫様は取り返せなさそうじゃの。しょうがないな。あ、そういえば宮本先生は。なあ、離せ、下ろせ。捕まっとるの。ついでに姫の身柄も預かったわ。おとなしく降参することね。何が姫の身柄だ、下ろせってば。降参って誰が降参すればいいんだ。本物の姫はそこにポカンとしているが。私たちじゃないの。盛り上がってる盛り上がってる。そんじゃもう一発やってみよっか。うわっ、何やつ。に、忍者バカバカ。直撃だな。やつは黒いチル姫。直撃だね。ほら、片桐、水。ありがとう。うん、緊張感ねえな。仕切り直して。忍者をバカにするやつは許さない。おお、正義のくのいち、姫子ちゃん参上。魔法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 。忍者がもう一人じゃない、片桐さん。私がおめが楽しみにしていた忍者ショーをぶっ壊してくれちゃって、ごっさま頭に来てるんだから。魔法。うん、なかなかよくできた衣装ね。当たり前じゃない、忍者ショーに乱入しようと衣装部に作らせたスペシャル衣装よ。ショーに乱入って目的は芹沢さんと一緒なんじゃない。
その通りだな。相手にとって不作はなし。かかってきなさい。おお、やられたか。それ水遁の術。もくもくもく。ドライアイスを水に。片桐にしてはやるな。だが何の役に立つんだ。ほら、二人ともいい加減にしろよ。ちょっとちょっと、二人ともやめるっすよ。ここまで来て引き下がれるか。忍者&ロボコショー、邪魔する者は許さない。お前が邪魔してるんだって。正義のくのいちとして見過ごすわけにはいかないね。何が正義だ、バカが増えただけ。くらえ、ロボコスパーク。なんの忍者ロケットパンチ。これならどうよ、ロボコタイプ。それならこっちは忍者ビーム。すいません、忍者の方は危ないですから下がっててくださいね。あ、はい、すいません。こいつら何者。ああ、受けてるからいいんじゃないですか。よし、あり。どうでもいいから私を話してくれないか。やるわね、くのいち。負けらんない。ほら、やめろ。正義のくのいちは無敵だ。それそれ、発砲処理拳。艦長、渦巻映画村が大変なことになっております。修学旅行ロワイヤルが始まってしまったのですね。我らのベホイミちゃんは無事か。今のところは無事なようです。しかしこのままでは残り一人になるまでの殺し合い、非常に危険です。よし、本艦はこれより京都渦巻映画村上空支店に向かう。我々の姿を見せるのですか。緊急事態だ、致し方あるまい。身を隠してのサポートではベホイビちゃんを守りきれん。わかりました。渦巻映画村上空にワープアウトします。ワープアウト。目標補足、モニターに出します。あの二人がベホイビちゃんを危険にさらしているわけだな。どうやらそのようです。レーザー砲用意、出力調整。目標はあの四角い砲だ。はっ、レーザー砲準備、発射準備完了。トリガーは艦長にお渡しします。うん、レーザー砲発射。じゃあ殿様、次どこ回りたい。決めていいんですか。ウサギさんは殿様なんですから、もっと偉そうにしてもいいんですよ。そうなんですか。つまんないこと言ったらこの野平蔵が切り捨てごめんだけどな。っていうか、一条はずっと桜吹雪を出しっぱなしで寒くないのか。セクシー。いや、あんまり。そうですか。お土産買ってもいいですか、ウサギ小屋のみんなに。うん、いいよ。でもウサギって何が嬉しいのかな。ウサギのことはウサギが一番よく分かってますから。それもそうか。ああ、木刀だ、強そうだな、かっこいいな、これにしようかな。一般的なウサギは木刀はあんまし喜ばないんじゃないか。ウサギさん、ウサギさん、金閣寺の永久カレンダーなんてどうでしょう。ウサギが日付とか気にするのか。いいですね、買っちゃおうかな。それでいいのか。ウサギがだんだんわからなくなってきた。なんだか向こうで煙が上がってます。火柱も見えます。縁起がいいですね。それは茶柱だろう。何かショーでもやってるのかな。あ、それに上空から UFO が。悪大官の UFO かしら。時代劇ってそういうもんか。
なんだか随分派手そうなショーだな。そうですか。映画村は楽しいな。殿様、上機嫌だな。苦しいないですよ。苦しいない。あっちのショーを見に行きます。苦しいない。古臭い忍者の分際で科学の結晶ロボットに勝てるとでも思ってんの？そんなポンコツに負けるもんですか。おい、さっきから聞こえてくるこの音は何だ。UFO っす。 UFO が現れたっす。ロボにバカに、今度は UFO だ。一体どうなってるんだ。私は信じませんわよ。信じないったら信じないんだから。あ、宇宙さんの UFO だ。おーい、ヤッホー。おい、UFO からなんかレーザー砲みたいなのが出てきたぞ。こっちの方に向いてないか。乙女先生まで何をおっしゃるの。 UFO なんて存在するわけ。お、うわー、撃ってきやがった。私は信じませんわよ。逃げるぞ、南條、ベホイミ。ほら、わしを忘れるな。敬老精神を発揮せんか。なんだ今のは。まあいいや。あ、とにかくこのステージを明け渡すわけにはいかないのよ。それはこっちだって同じこと。くノ一は使命に命を懸けるのよ。威嚇射撃では効果がないようだな。対象の2名は全く動じていないようですね。しかし現地の住民を直接攻撃するわけにはいかない。引き続き威嚇続行。ラジャー、あの UFO は一体何なんだ。芹沢、片桐、お前らも少しは気にしろよ。やるわね。そっちこそ。こら、少しは周りを見ろよ。お前ら成績全部赤点にしてやるからな。そりゃないよ。このロボコ、そこのところも抜かりはなし。はぁ、どういうことだ。爆弾でこ、これぞハイパーロボコスペシャルアイテム。どんなスペシャルだって言うんだ。危険物が。話は最後まで聞けってば。忍者ショーを盛り上げるだけ盛り上げた後、池に墜落したロボコはこの巨大爆弾の爆発で死んでしまうの。派手なチリザマに観客の号泣確実。あ、ちなみに中身は巨大ドライアイス、水柱が派手に立つよ。爆音もセット済み。その爆発に巻き込まれて正義のくの一も行方不明。なかなかいいシナリオね。でしょ。お前らな。ぷい、何この子。さあ、ぷい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 。え、何、上を見ろって。ぷい、上？うわ、マジでレーザーがこっち向かってくるわ。逃げなきゃ。うぃー、だからさっきから。やばい、ドライアイスにレーザーが。大変です、フェイザーの影響範囲にベホイミちゃんが。いかん、彼女が爆発に巻き込まれる。艦長、どうしましょう。魔法少女スーツ009番緊急転送、 0.05 秒で乗着だ。了解、魔法少女スーツ転送します。うわー、うわー、ドライアイスが急激膨張で ついにこんな冗談みたいな事件で死ぬのか。で、あれ？私たち生きてるわ。光の膜みたいなものが私たちを包んでる。大丈夫ですか？ベホイミちゃん、その姿。なんだかまた変身しちゃったみたいっすね。しかも今度はちゃんと魔法が使えるみたいっす。
それじゃあ私たちが助かったのは魔法のおかげなのか。そうっす。私もとっさのことで何が何だかわからないっすけど、とにかくちょっと行ってくるっす。ああ、よろしくな。ちょっとあなたたち、そんなに素直に納得していいの？くらいあるんじゃないか。そんな大きい魔法の杖ってありなの？ありもあり。この杖の大きさは私の怒りの大きさっすよ。ちょっとベホミちゃん、くらえ鉄フルスイング。ベホミちゃんすごいすごい、全然魔法じゃないけど。姫子ちゃんもお仕置きっす。私、当たり前だろ。同罪よ。そこをなんとか、わからないかな。ダメッツ！ずぶ濡れだよ、ひどいよ。そこで頭を冷やすっす。さて、先生。怖かった。最後はかなり怖かった。よしよしっす、もう終わったっすよ。ほら、もう怖くないっす。宮本先生、無事ですか？うん、はあ、無事で何よりです。お姫様の衣装も汚れちゃったわね。映画村もこりゃひどいありさまだな。ひどいや、映画村楽しみにしてたのに。顔しかめてどうしたっすか？どこか痛いっすか？許さない、私の修学旅行、映画村！そうか、宮本先生はこれが初めての修学旅行だったかの。なんでこんなになっちゃうんだよ先生。よし、ここは私に任せるっすよ。どうするの？悪の手から修学旅行を取り戻します。艦長、ベホイミちゃんがこちらを狙って魔法を使うつもりでいます。本館を吹き飛ばすつもりでしょうか？それは無茶だ。ベホイミちゃん、待ちたまえ。あちらには聞こえません、艦長。あら、そうだった。どうするんですか艦長。撤退、緊急アップだ。ねえ、ベホイミちゃん、あの UFO さんさ。風よ、雲よ、修学旅行を邪魔する奴を倒すのに力を貸してほしいっす。聞いてないね、私影薄いから。不信、全国30万人の修学旅行生の力を私に集めて。ねえ、これってコスプレの続きですわよね。アトラクションですわよね。なんだか修学旅行っぽくなってきたな、ワクワク。それ違うと思うけど、私も酔っ払ってるのかしら。ふざけしれ、魔法少女キンタークフルフルハー。やったっす。これでアトラクション終わり？全部ベホイミに持っていかれた。状況を報告せよ。ワープコア破損、
フィールドジェネレーター 86% ダウン。同じ科学力でできているはずだというのに、なんというパワーだ。ベホイミちゃんの強い心がエネルギーになったのでは。素晴らしい。それでこそ我々が見込んだベホイミちゃんだ。しかしこのままではこの船は、我々の尊い犠牲によって彼女は一時主人公になれた。我々は本望だ。ご立派です、艦長。さあ名誉ある撤退だ。ディープスペース9戦に戻って本船の修理を行う。艦長、緊急事態です。どうしたのだ突然。ベホイミちゃんがさらに魔法を使おうとしています。このままではジェネレーターの出力がゼロに。我々は墜落してしまいます。なに。さあ最後の仕上げっす。何、もうアトラクション終わりじゃないの。こんな大掛かりなアトラクションは普通ないと思うが。ヒーローやヒロインが敵を倒した後、街は元通りになる。それがセオリーってもんす。ああ、そう言われればそうだな。だから、今日のヒロイン、魔法少女ベホイミにも、それができるはず。おいおい。渦巻き映画村よ、元に戻れ。えい。うわ、映画村が元通りに戻ってく。まるでフィルムの逆回しのようじゃの。すごい、信じられませんわ。これで元通りだ。魔法少女の面目役所すね。おい、ベホイミ。おい。大丈夫、眠っているみたいね。あ、変身が解けた。眠ってる。ユーフォが去っていく。行っちゃったね。うわあ、なんでお前がここにいるんだ。いや、反省したってばさ。ちょっとやりすぎちゃったかな。ベッキーごめんね。うん、もういいよ。映画村も元に戻ったしさ、すごいアトラクションだった。みんなベホイミちゃんが用意してくれたのかな。とそうですわ。もうしばらく寝かせておいてあげましょう。とても一個人が用意できるアトラクションじゃなかったと思うが。いいじゃないか、修学旅行なんじゃから。全部それで片付けようとしてるわね。そうだな。ま、修学旅行だし、私たちはもう一回りしてくるか。そう来なくっちゃ。あっちに面白そうなのがあったよ。おお、しまった、魔法の種を見逃したわい。そうですね、私も分かりませんでしたよ。起きたのね。やここは、南條さんの膝枕。おはよう、ベホイミちゃん。よく眠れたかしら。おかげさまで。どうもす。いえいえ、どういたしまして。私はずっと寝てたすか。そうよ、ぐっすり。そうすか。そうっすよね。なんだかすごくいい夢を見ていたす。そうなの。私は UFO なんて非科学的な存在は信じてないし、見てもいませんから。そう、あれは夢、夢に違いないのよ。夢落ちは残念だけど、みんなのためになってよかったす。よかったです。お、目が覚めたみたいだな。ほら、これでも飲めよ。あ、ありがとうっす、犬神くん。生き返るっす。
いろいろあったけど、なんとか丸く収まってよかったっす。まあな。そうね。って、今何時っすか？みんなはどこに？みんなは京都駅に向かったんじゃないかな。ガーン！そんな悪情な、私みんなのために頑張ったのに。まあ私たちは遅れてでも東京に戻れば。それではいかんっす。はい。修学旅行のしおり、しおり、うさぎのでよければ。東京行きの新幹線は、あ、まだ間に合うっす。いや、お前も大変だったんだし、そんなに急がなくてもいいんじゃ。そうそう、そうですわ。まだ無理してはいけないんじゃなくて。アホかーっす。修学旅行はうちに帰るまでが修学旅行なんす。これじゃ何のために頑張ったのか分からなくなるっす。そうか。今更って気がしないでも。いいんだって、間に合わなくても。修学旅行のしおりに書かれたスケジュールには絶対服従しなければならないっす。守らなければ自陣っす、自爆っす。大げさだな。それに新幹線の出発まであと10分もないぞ。間に合わないだろう。間に合わせるっす。あれ、あそこ、京都駅行きのバスを発見っす。だからいいの、特別処置なの。行けよ。あれに乗るの？じゃあバス停を探すの。うわ、そんな暇はないっす。私が止めるっす。ヘイバース。あ、お前もう魔法は使えないんだぞ。あ、危ない。ベホイミ、無茶するなよ。さっきまで倒れてたのに。バカ野郎、危ないじゃねえか。止めてっす。さて乗り込めっす。またなんだかおかしくなってきたな。帰るまでが修学旅行か。まあそうかな。さあうんちゃん、京都駅に向かってレッツラゴーっす。ゴーゴー。言われなくっても行きますけどね。なんか変なの乗せちゃったな。赤信号だけは仕方ないわね。ブレーキを踏むなっす。このバス時速40マイルを下回ると爆発する爆弾を仕掛けたっす。止まれば全員死ですよ。嘘ばっかり。結局こうなるのかよ。運転が生ぬるい、変わるっす。はい。そらそらそら、何人たりとも私の前は走らせないっすよ。ほら、ワンマンドレッド。うわっ、すごいドライビングテクニックだ。私は追い詰められると実力を発揮するタイプなんす。迷惑だな。あ、京都駅ですわ。こんなに早く着くなんてすごいな、ベホイミ。私の手にかかればこんなもんすよ。ワフードエース。でもこれどうやって降りればいいんだ。言われてみれば。このまま突っ込むぜ。時間がないぞ、全力で走るんだ。その新幹線、待ったーっす。間に合ったな。間に合いました。私、こんなに一生懸命走ったの生まれて初めてよ。疲れたっす。あら、なんだお前ら、今着いたのか。早乙女先生。宮本先生が引率で後から来るんじゃなかったんですか。そうなんだけど。そうなんすか。ちゃんとそう言ったじゃないか。それを無視したのはベホイミだぞ。その割に宮本先生もノリノリで走ってましたよね。まあそのうちに帰るまでが修学旅行だからな。宮本先生、修学旅行楽しみにしてたんですものね。そんなことは。うちに帰るまでが修
修学旅行っすよ。だな。教師生活40年こんな着物縮まった修学旅行は初めてじゃおい。もうお前ら帰ったら反省文を提出だぞ。一人300枚だ。300枚。ごめんなさいです。わかればいいんだ。ほらもう向こうに戻っていいぞ。はい。逃げたな、セリザは。あ、ベホイミちゃんだ。間に合ったんだ。よかった。心配させて悪かったっす。後から来るって言ってたのに。それはダメっす。しおりにちゃんと書いてあるっす。帰りの時間。修学旅行のしおりには絶対服従。あ、ベホイミちゃんだ。どうもっす。元気になってよかったね。いや、寝坊して悪かったっす。え、魔法使って疲れたんじゃないの？ほら、こっち座りなよ。あ、今回は魔法少女ご活躍でおめでとうございます。ぷいぷいぷー。それ夢の話じゃ。え、ホイミちゃん何言ってんの？それ違うんじゃないか。こういう時は助けてくれてありがとう。かっ、うわあ、なんだかわからないけど恥ずかしいっす。おー、照れてる照れてる。捕まえましたわ。よーし、みんなもう一回やろう。ベホイミちゃん、助けてくれてありがとう。いやはは、夢が続いてるっすか。そうだ、私たちポーカーやってたんだ。ベホイミちゃんも一緒にやろ。うん、やるっす。それじゃあカード配るよ。さあ、負けないからね。2枚チェンジ。ノーチェンジっす。さあ勝負。今度こそフルハウスよ。ストレートフラッシュっす。なんで？また私の負け？くるみさんのチョコレートはいただいたっす。ベホイミちゃんポーカー強いね。いや、今日はバカ好きっす。くっそー、もう一勝負だ。やめときなよ、どうせまた巻き上げられるだけだよ。このまま引き下がったら女が去るわ。さあカードをお配り。はいはい、わかったわよ。あ、カモミッケー、ベッキー、一緒にポーカーやろうよ。ポーカーか、任せとけ。よりによって数学の天才を勝負に引き入れるとは。姫子はバカだからな。うわ、負けた。悔しい。もう一勝負。今度は負けないからね。わーい、負け友達。うるさい。いつでもかかってらっしゃい。イエーイ。ちびっこのくせに。ちびっこ言うな。ベホイミちゃん、ほうけちゃってどうしたの？ちょっと、今日のことを思い出してたっす。大変だったね、映画村。ほんと散々だったよ。お前が言うな。死ぬかと思いましたわ。私はなんかすごい疲れた。いろんなとこ行っちゃって。わしや、本場のやつはしゃぐうまいの。あ、ちょっと滑ってるかな、これ。わあ、私にも。私も食べる。これが最後だよ、ビーッ。クソジジイ。宮本先生はどうでした？楽しみにしてた修学旅行。別に楽しみになんか。まだ突っ張るか、この子の。正直に言え。修学旅行はもうたくさんだ。私は楽しかったけどな。まあ楽しくなかったかといえば楽しかったよ。忘れられない思い出になるだろうな。終わりよければ全てよしかな。でしょ。だったらいいじゃない、気を取り直してみんなでポーカーやろ。負けないっすよ。ウサギなので
カードが持ってません。じゃあウサギさんは私と一緒にやるっす。まもなく東京、東京。あ、もうすぐ東京っすね。ウサギさんは楽しかったっすか。はい、牧場を買いました。それは良かったっすね。良かったです。高中日誌 200-0424。 こうしてベホイミちゃんたちの修学旅行は終わった。我々の船は奇跡的にディープスペース9000への帰還に成功した。記録は以上の通りである。私は我々の浅はかな常識によってこの地球文化修学旅行について語るのは避けようと思う。いや、深い奥深いのが地球文化である。しかしただ一つだけ分かったことがある。それは艦長、それで八つ橋の分析はいかがですか。毒味された結果をご報告ください。なんだね、私はまだ甲虫日誌をつけている最中なのだ。ああ、それはすみませんでした。お続けください。甲虫日誌補足。現地生物より秘密裏に回収したこの八つ橋であるが、これが大変な美味であり渋いお茶によく合うということが判明している。何を言えばくるみちゃんが入れてくれたお茶じゃないのが今一つだな。ない、八つ橋が全部ないじゃないですか。私があんなに苦労して現地生物に見つからないように転送してきたのに。艦長まあまあ、お茶をもう一杯もらえるかね。はいはい、美味しいところだけ持ってるんだから。何か言ったかね。今日も一段と角がかっこいいなと思っただけですよ、艦長。そうかね。まあ君も角付きを目指して頑張りたまえよ。そうですね、頑張ります。だろ、八つ橋を独り占めしたのは悪かったが、食べ物一つにそれはやりすぎじゃないかね。いえ、私は何も。この宇宙船はロボコ様が乗っ取った。帰ったら反省文書かされるし。宇宙、それは広大なフロンティア。その未知なる荒野には我々の常識すら痛い。及ばない事柄は多い。おおい、誰かこいつを何とかしろ。お疲れ様でした。はい、まあ、素晴らしい。はい、ということで第3弾なんですけれども、ベッキー役の斉藤千和です。今回3回目ということで、なんかだん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 こうファミリー絆度がアップしてる。してる。なんかこうファミリーも増えてきて、すごくすごく素敵だなと思っております。なんかこのメンバーでなんかね、いろいろね、他にもね、やりたいなと思ってます。はい、本当にすごくすごく楽しかったです。今回はなんかたくさんのキャラクターがワイワイガヤガヤと修学旅行に行ったんですけれども、皆さんも修学旅行に行った時の思い出とか、なんか京都とか行ったことない人は、あ、こんな感じなんだなとか思いながら聞いていただけたら、楽しんでいただけると思います。ありがとうございました。それでは次の方。メソウサ役のゆきじです。お疲れ様でした。
今日もパート1、パート2に引き続きいじめられています。今日は鹿に飛ばされたりうんぬんってあまり言わない方がいいのかな。いじめられてなんぼの役のメス操作ですので、覚悟の上で今日は来ました。で、2話ぐらいまではかわいそう、なんでこんな目にって思いながらやってたんですけど、なんかこうパート3になると今回はどうやっていじめられるんだろうってだんだん快感になってきてもうちょっと痛かった方がいいかななんて思ってしまいました。今日ヤンキーさんいなかったのでちょっと個人的には残念でしたですね、もし次回また機会があったら、メソーザのモノローグをまたこうボソボソ喋ってみたいななんて思ってます。先生よろしくお願いします。それからですね、毎回キャストの皆さんこう人数がどんどん増えていって、最初よりももうだいぶ倍ぐらいですよね、まあ、それがなんか楽しいです。最初はなんかすごく少人数だったんですけど、クラスメートがどんどん増えていって、でいただいたキャラ表には A 組から ABCD、D 組までやって、ああこんな風になってたんだって、パート3ってやっと全体図が見えたってちょっと遅いんですけど、やっとこう全体図が見えた演奏者でした、今日も楽しくやらせていただきました。どうもありがとうございました。またみんなでお会いしたいです。ぽわー。はい、片桐姫子役の織笠文子です。今日も汗をかきました。はい、戦い疲れ、修学旅行なのにそんな感じです。はいこんなんで良いかしら。はい、もう燃え尽きました。ありがとうございました。立花霊役の雪野さつきです。 CD2 枚分濃いっすね胸いっぱいです。でもまあまあ人もどんどん増えて、目指せもう丸っていう感じでですね、次はきっとこう C 組 D 組なんか桜組乙女組なんてことになったら面白いななんてこうちらほら考えるのでありますけれども、まあ次、まあ第4枚目が出るのかアニメになるのかは分かりませんが、その時にまたお会いできるのを楽しみにしてます。続きまして上原美也子役堀江優です。今日は本当に楽しかったです。もうパニポニは本当に本当に人が多くて、皆さんキャラクターが濃くて、一時はどうなることかとって私が心配することではないんですけれども、本当にどうなることかと思ったんですけど、3巻全部楽しくてですね、本当にこれからねもっともっと続けばいいのになと思ってます。私は修学旅行の思い出としましては、やっぱり絶対に流行るのがその階段ですよね。私の行ったところにはですね、100番ベッドの呪いみたいなのがありまして、その100番に当たっちゃうと呪われるっていう伝説がありました。なんかみんなこう夜中泣き出したりとかしてて結構面白かったです。そんなことを思い出しながら今日はやりました。ありがとうございました。はい、一条さん役野中井です。お昼に皆さんと一緒にパスタを食べてニンニクが入ってたのでちょっと匂い心配でしたよね。ちょっとねですけど最後まで楽しく収録できました。今回妹も出てきて本当に、一条さん的にも野中的にもなんか盛りだくさんだったのでとっても楽しかったです。皆さんも楽しんで聞いていただけたでしょうか。また何かの機会でお会いできると嬉しいです。では次の方どうぞ。百瀬くるみ川澄英子です。はい、とても目立たないキャラということでですね、とても私的には美味しかったんじゃないかなと思うんですけれども、きっとよく迷う私としては似たような経験があるようなないようなということでですね、修学旅行といえばこうよく迷ったりするので、いつもすごく早めに着いて、でなんかこう買い物とかしてて、それでさらに遅れそうになるっていうことを繰り返してました。私も修学旅行は京都に行ったんですけれども、
すっごい暑かったんですよね。京都って盆地だから暑いんでしょうかね。で、なんかこうお寺を見なきゃいけないのに、あのみんなでかき氷とかを食べてて、あのこうレポートとか書かなきゃいけないのはですね、こう誰かにパンフレットをもらって、そのパンフレットで書いてたっていう、いけないっていうか正しい修学旅行をやりました。今回ですね、あまり修学旅行にあまりっていうかほとんどこう参加できなかったキャラだったんですけれども、あの楽しそうでいいなぁなんて思いました。唯一の2枚目大竹ひろしです。今回も前回も前々回もジジイです。歌を歌いました。えいがむらララララえいがむらティンティティントトントタンタティンティティンティティン、ああ楽しいな、もっともっと CD 出したいな。ベホイミ役の山本マリアです。前回の時にベホイミちゃんが初めて変身をして、今回どうなるのかなと思っていたら、今回もやった変身シーンがありました。なので、あの私的にはすごくお腹いっぱいで、で修学旅行だけに、修学旅行には欠かせないシーンもたくさん入っているので、そちらの方ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。CD もアニメもこれからますます展開していくといいなと出演者みんなで思っていますので、それはやっぱりきっと聞いてくださってる皆さんの応援あってのこそ、応援あっての頑張るっす。応援あってのこ、あれ応援あってこそのことなので、泣くな頑張るっす。はい、なのでこれからもぜひ応援してください。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。セリザはロボコをやらせていただきました。沢城みゆきです。2枚目からあの仲間に入れていただいたんですけれども、あの今回はストーリークラッシャーというか、なんというか、あの暴れさせていただきました。あの小さい頃から屋根の上で戦うのが夢だったので嬉しかったです。まあ最後はちょっとあのベホイミに惜しいところは全部持っていかれて悔しい限りでした。ちょっと次はアニメで直接対決と思っている次第です。ありがとうございました。はい、南條美沙夫役の名畑目瞳です。私は今回からの登場なんですけれども、本当にですね、もう前がある作品ですので、ここに来るのはちょっとドキドキ、もう出来上がってね、仲間内関係が出来上がってんじゃないかとなんかおかしな感じだと思ったんですけど、本当にもう温かい現場で仲間に入れたということなので、楽しくやらせていただきましたね。本当に続くといいなと思います。今日はありがとうございました。犬神剣役伊藤健太郎です。修学旅行といえば懐かしい、ね、思い出があるんですが、まあ、我々の業界も番組が終わるたびに番組ごとにこう打ち上げ旅行なんて行ったりするわけですけどね。いやー、まあ、子供の頃の修学旅行と違ってみんな大人で、しかもあのタガが外れる人々が多いこの業界の打ち上げ旅行、いやー、これは壮絶なものですね。まあ、僕もあのデビュー当時打ち上げ旅行で某先輩にあのね脱ぐことの楽しみを教えてもらったりなんかして、まああの番組旅行行くたんびにみんなで裸になってバカみたいなことをやってると、まあもちろんパンツは履いてますが、まあ忘れもしない、あの初めて某先輩に脱がされた時、男たち、まあ、5人ぐらいですかね、騎馬戦をやらされましたね。いやー、こう手を組むじゃないですか。皆さん想像してください。こう牙をね作る時手を組むじゃないですか、横の人と、でそこにね乗る人がまたがるじゃないですか。裸でまたがられてもさ、辛いっちゅうの。まあね、デビュー当時ですから先輩にね、いやとは言えない、そんな苦しい時代を飛び越え乗り越え、そして新たな思い出作りの旅に出たいと思います。伊藤健太郎でした。どうも早乙女先生をやらせていただきました。岸雄二です。これ全部で何分になるんでしょうね。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ぜひ感想文を300枚原稿用紙に、書いてここまで送ってきてください。
出てなかった。ツッコミありがとうございます。これからもね、この作品を通じてまたなんかどんどん広がっていったらいいななんて思っておる次第でございます。それではまたの機会にご愛できますように。あれちょっと電波の調子が良くない。また次の機会がありましたらぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。五十嵐美幸先生役の大原さやかです。この作品には初めて出演させていただいたんですけれども、最初先生役ということを聞いてたので、あ、しっかり優しい先生が生徒を引っ張っていくんだなと思いきや、理想から180度違ったシュランの先生で、私もこういう感じのは割と、珍しいので、はっちゃけてやらせていただいてすごく楽しかったです。メゾウサが可愛いですね。ありがとう。すごい好きです。一家に一台という感じで欲しい。はい、たまにこういじって泣かせたいっていう。ストレスが溜まってない。はい、あと今回は修学旅行の話ということだったんですけど、私中学高校と、京都奈良とかこう皆さんが行かれるところではなくて、九州とあと東北だったので、今回なんかこう修学旅行としては行ったことのない京都への旅行をなんとなく楽しめたような気がして、ワイワイやらせていただいてすごく面白かったです。続きが出ればぜひ先生もセリフは少なくても構わないのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。いや、どうもどうも、ピカッと光るエイリアン艦長役の麦人です。いやー、もうね、なぜか複雑なこの、艦長のキャラクターで、実は演じた小生も大変複雑な心境でありますよ。しかしまあ、そのスタジオでは楽しくやらせていただきました。きっと皆さんのご期待に応えられるものになったんじゃないのかなと思っておりますが、よろしくね皆さん。宇宙人部下役の石田明です。宇宙人部下で名前すらないんですけれども、ですね、なんか一個ずつのトラックがすごい短めの作品ですごいテンポ速いんじゃないかと思うんですけれども、それにそのテンポの速さに加えてなぜかこの宇宙人コンビ無駄にテンションが高いです。もっと落ち着けよと。で、落ち着いたらね、普通の人並みのことができそうなんだからもうちょっと落ち着きなさいと思うんですけれども、宇宙船作るだけの科学は発展していても、でも人間のことはわからないのねみたいなことで、ちょっとまあ頭いいんだか抜けてるんだか、そんなところがなんか可愛いなと思いました。ありがとうございました。テレビのリポーターのウクレレ桜子という女性と、あと新幹線の車内販売のお姉さんをやらせていただきました桑島美幸です。今回が初めての登場のキャラクターということだったんですけれども、もしかしたらウクレレ桜子はもう今回限りのキャラクターじゃないかなとちょっと心配しているんですが、もし今後テレビの場面があったらまたいろいろリポートしたいなと思っていますのでよろしくお願いいたします。おはぴょんっていうのが口癖の変なリポーターだったんで、自分でもよくわからないまま思い切ってやらせていただきました。どうもありがとうございました。何役と言われても困るんですが、ところどころ出てくる男の人、坊主、鹿の大群などなどをやりました。大群やったか。一人でいろんな人気をこなしました長野義和です。素晴らしい世界観と素晴らしい役者の皆さんで、なんて言っていいのかわからない話だなと、悩んでおりましたけども、ほとんど今日は見学者でした。楽しい現場でした。どうもありがとうございました。はい、今回はアナウンスほかもろもろやらせていただきました平川大輔です。どうもありがとうございました。そうですね、最近日本語以外の言葉を喋ることが多いんですよ僕。なんかいろんな言葉を一生懸命勉強しちゃう、こうその場で玉砕することが多いんですけれども、今日もなんかわけわかんなくなってました、すいません。
で修学旅行のね、お話ということだったんですけども、僕も学生時代行ったところ京都ならやっぱ行ったんですけれども、今回のお話に出てくるようなことは一切やりませんでした。そういう意味ではなんか寂しい修学旅行だったなって、今日こんな楽しい、ね、あの内容を聞きながら思ったんですけれども、まあそういう思い出のある方ない方、いろいろ今回のこの作品を聞いていただいて、またその頃を思い出したり、これからを楽しみにしていただいたりしていただくといいんじゃないかななんて思います。どうもありがとうございました。鹿役の松本義明です。鹿役当然ね、ベッキーさん、メソーサさん、皆さん、これがいろいろ広がった時に、アニメになったりハリウッド映画になったりした時には必ず出るでしょう。女性レポーターの方、新幹線のアナウンスの方、もちろん出るでしょう。しか僕はもう今日で多分おしまいですね。皆さんどうも。出ますよ、しかも。しかが今度話しか出てる。あ、違う、しかで話しかで、わかりました。その時にはぜひまたよろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。はい、というわけで皆さん最後まで本当に聞いてくれてありがとうございました。この次も必ず必ず出会えるように、それでは皆さんからありがとうせーので言いたいと思います。それではせーの、ありがとう。またね。バイバイ。パリポニー。バイバイ。パリポニー。